38回目でございます。今回は、前回に引き続きまして、少し告知の、配信とさせていただきます。それは、来月3月6日、石川県立音楽堂邦楽ホールにおきまして、芸の鼓動という、イベントがあります。その中で、私、なんと、ドボルザークの、弦楽四重奏アメリカを、回せていただきます。まあ、もろ振り付けもさせていただくわけですけれども、この公演実は、去年の、3月に、あるはずの予定の公演でしたけれども、舞台稽古前日に中止が決まりまして残念ながら、できなかったんですけれども、延期、ということで、今年の3月6日に、やっと、実現いたします。まあ、まずアメリカっていう曲、まあ、弦楽四重奏でなんかあの振り付けをしてもらえませんかという話がまず来ました。そこで、なんとなく選んだのがアメリカという、ドボルザークのアメリカという曲でございました。まあ、ちょっとは耳にあったんですけれども、その後、本当に、全曲聴いてどうしようかなと思って、いろいろ悩んで、作ったわけでございますが、その時にね、なんとなくこう全て和洋をこう、ね、和や洋楽全て何か祈りのようなものを感じたり、そういう感じで振りをつけたいなと、思って、それはまだこのような時代、こういうふうにコロナがこうなったりする前のことだったんですけれども、なんとなくその時にそんな感じで、それで、作らせていただいたんです。で、まあ、1年経ってますので、また、今のその舞台に対する思いであったり、そういうものは、違ってはくると思います。本当に舞台に立てる、今本当に立たせていただける喜びというか、そういうものを、全て舞台で出したいなと思っておりますので、ね、先週も言いましたけど、なかなかこうお誘いにくい時代ではございますが、もし、ね、金沢とか石川県にお住まいの方、またそういうご親戚とかお友達がおられる方、3月6日よければこんな公演あるよって言って、芸の鼓動でございます。3月6日2時からです。子どもたちのなんかアンサンブルと脳と、パフォーマンスみたいなものも一緒にあります。ぜひともお越しいただきたいなと思います。というわけでございます。まずアメリカという曲、第4楽章まであります。だから4つの楽章があるんですけれども、今回私が、振り付けて回していただくのは1楽章、2楽章と4楽章でございます。これ3楽章をなぜ飛ばしたかと言いますと、せっかく、ね、いろいろなこう楽章でいろいろな感じがあるので、どうしても、紛争もちょっと変えたいなと思いまして、三楽章だけは、演奏をお聴きいただきまして、四楽章にまた私が出ようかなという感じの作品で、作らせていただいております。まず第一楽章なんですけれども、これは本当にもう私の感じです。ドボルザークさんごめんなさいかもわからないです。私の、聞いた感じで振り付けをさせていただいておりますが、ものすごく、なんていうんですかね、こう明るい感じで、なんとなく新大陸を発見した感じだったんです。聞いて、ずっとこう聞かせていただいたときに。ですので、何か新しいものを発見し、そこに、こう、なんていうんですかね、到達するというか、そういう感じで、振りをつけさせていただいたのが、第一楽章でございます。
第2楽章なんですけれども、これは打って変わってなんとなくこう哀愁漂う、すごく、しっとりとしたメロディーといいますか、それでその中に、チェロだと思うんですけどね、何か一定の低音の音がずっとこう同じリズムで、刻まれてる感じがしたんです。で、それを聞きますとどうしても、私、雪空というか雪の中というかそういうものを思い浮かべまして、そんな感じで、第二楽章は、雪の中の女性、寒いそういう、雪世界の中の女性を、少し感じながら振りをつけさせていただいております。第4楽章なんですけれども、これも本当にもう頭からすごく、軽快なリズムで、なんとなくアメリカの大自然というか荒野というかそういうものが、浮かびました。それで、せっかくですから、少し山村流としても何かそういう特徴をって言って、結局やっぱり二枚扇なんですけど、二枚扇を使って、日本のセンスでそういうものを表現させていただこうと思います。
いかがでしたでしょうか。少しずつではございましたが、こんな感じで回せていただいております。3月6日土曜日、2時からでございます。石川県立音楽堂邦楽ホール、芸の鼓動、何卒本当に、まあ先ほども言いましたけど、ご覧いただける方は、ご覧いただきたいなと思います。これからもまた、ね、こういう、お仕事機会がありましたら、まあやらせていただくと思います。今までに、まあ、宝塚歌劇団とかそういういろいろな、関係で、邦楽いわゆる三味線音楽以外の振り付けは、たくさん今まで本当におかげさまでさせていただいておりますが、なかなかこういう本当にクラシックっていうのは今回初めてございますので、まだ今撮ってる時点ではどうなのか、自分でもまあ不安もありますし楽しみもありますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。